り子牛。はい、どうも、釣り子牛牛牛です。本日はですね、前回胴長に穴がね開いてしまって、1500円払ったにもかかわらず10分もいない間に帰ってしまったアカン子に再度来ました。で、前回ね、入ったポイントに行こうと思ったら、つい先日ヒグマの出没確認情報があったみたいなんで、ビビって違うところに来ました。アカン子飯のホテル街のところにやろうかなと。結構ね、この辺でもアンマスとかが釣れるとか言うんですけど、やっぱりね、アカン子に来たからにはやっぱりニジマスをね釣りたいなと思ってますんで、なんとかねニジマスさんを目標に釣れたらなと思ってます。今ポイントまで行ってやっていきます。それではそれではですね、早速やっていきます。でまずはね、ホテル前なんですけど、結構魚がね跳ねてる様子が、ね、あるんで、ちょっとこの辺で一回やってみましょうか。あ、いますね、魚。いますかな。結構手前側に泳いでますね。ちょっとこの辺でね釣れば面白いかなっていう。結構思った以上にね、あ、いるいる。思った以上にね魚が跳ねて動いてるんで、アメマスだな、やっぱり。あれ多分稚魚いるね、稚魚。あ、稚魚がいるからこう魚が跳ねてんのかな。ワカサギの稚魚かな。結構やる気のある魚がいると思うからね。昨日結構ね、釧路方面はね、あまりね雨が降ったんだけど、阿寒方面は多分そんなに降ってないと思うんだよね。湖もそんなね変な濁りとかはしてないからいいんじゃないっていう。ここでねまず一匹釣りたいっていう。おばさんついてくるのに解禁したばっかだから、まだそんなに釣れてないべっていう。ちょっとこの辺でダメだったら、反対側の方からルアー分投げて、向こうはイカゲになってるから、結構手前側に魚が寄ってそうな気もするけど、魚結構いる割には、チェイスがない。チェイスがあればね、面白いったって、なんか釣れそうな気もするんだけどな。あんまり食わねえかな、この辺のアンマスとかって。ここはどうするべきなのかな、粘るべきなのか、移動した方がいいべきなのか。まあ移動するのもありだけどね。あ、雨だ、雨だ、あれでげえな、雨でげえわ。あ、雨だ。そこの方を張って泳いだな。いや、あのアンマス釣りたいな。50センチはあったかな。わからんよ。え、あかん、このアンマスとかにじます、こんな難しいの。マジで言ってる。跳ねてんだよな。いや、なんで食わねえんだべか。まあ、そんな簡単にすぐ食うとも思ってないけどさ、ここを思い切って移動しちゃいますか。結構途中でもね魚がちょっと跳ねてたから、この辺アカン子界隈はアメマスで溢れてる可能性が。アカン子界隈？ちょうどさっきの対岸側だね。結構深み意外とある。ワンチャンめっちゃチャンスあるよこれ。ちょっとこの辺で稚魚もね結構いるし、お、チェイスしてた。いやー惜しかった。アイマスだ。いるね。初チェイスで、初チェイス。こういうのがあるとねテンション上がるんだよねマジで。いや本当は本命はねニジマスなんで。もうね喋りの方の尺はねだいぶ取れたんで、あとは魚が釣れてくれればね大好き的にもボールオッケー。いやーこの辺がやっぱり魚濃いのかな。お、アイマスさん。ニジマスか、アイマスか。ウグイではねえやついるわ。雨だな。回遊してるったって、お、戻ってきた。これ何なのこれ、アメマスか。食え、アメさん食え。食おうとしてる、めっちゃ食おうとしてるアメマス。いや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 、口まで開けたんだけどな。昼になってしまいました。だいたい4時間釣りしますけど、当たりは1回もなく、予定ではもう1匹ぐらい釣ってるはずなんだけど、ゼロです。むずいよ、マジで。こんな難かったやろ。こんな難しい、マジで。マジ、大当たかもしれん。大当ただ、本当にこんな。ヤバタニエンだよ、マジでこんな。ダメだ、ここは釣れない。夜間ご飯は諦めて、ガン川に来ました。元々ね、ニジマスを釣るっていう目的なのに、いつの間にかね、アンマス釣りを私はしました。だからね、ダメだったんだ。
ニジマスをね、やっぱ釣らんとダメよ。ということで、ニジマス釣りします。濁流の中で、ニジマスがじっと待ってんだわ。一見ね、流れ強いからさ、なさそうにも見えんだけど、案外ね、いるんすわ。ほら、いる。あー、ニジがチェイスした。ほら、いたね、やっぱり。いるんだわ。多分そんなにね、人もね、入ってないからね。お、来てる来てる。待って、なんまらチェイスいいわ。あ、初めっから俺ここに来ればよかったわ。あははは。流してればね、ニジがね、食ってくんだわ。あら、出てこなくなったな。出てこなくなっちゃったね。見切られた。見切られちったわ。見たことないこのスタイル。はい、考えてみたらね、もうその時間がねやばいんでね、こののんきにね、はい、ニジマス釣りですなんて言ってられないぐらいの時間になってきたから、まあね、かつ多くの人は知っているこの有名なポイントでね、ちょっとニジマスも狙って、ダメならもう帰るしかないっていう。本当はもうちょっとね、下流の方行けば、あのニジマスのポイントもあるんだけど、その要はそのポイントまでに行く時間とかもういろいろあるから、それだったらと思ってこっち寄った。釣れてるって言っても、食うときは食うんだけどな。起きた。あ、当たった、当たったんだ今。入った。今のチャンスを逃しちゃった。今日は何回チャンス逃してんのよマジで。それこそさっき異常に食らいついてきたブルピンのマスクで、でも打った。よっしゃ、やっとだ、やっと来た、やっと来たぜ。ニジだ、やっとだ。おー、ニジマスさんです。やったぜ、やっとだ、ありがとうよ。バイバイ。缶ご飯、缶が終わり、キャッチャーのリリース区間でのね、区間釣りが終わりました。めっちゃ1匹釣るまで時間かかりました。今14時半ぐらいなんですけど、6時間かけてニジマス1匹釣れました。キャッチャーのリリース区間のなんでね、釣ったらもう、どこの釣りはきっともそうなんですけど、釣ったらすぐに離す、ほんと一瞬だけ撮影してすぐに逃がしてあげた感じなんで、ちょっと動画的にはあんまりニジマスの絵っていうのは映ってないのかもしれないですけど、ただね、アカンご飯でもアンマスのチェイス、アカン川でもニジマスのガフってくるような姿が一応目では見えたんです。ただそのこれから動画を編集する上でそれが映ってればいいな、映ってないかもしれないですけど、まあちょっとアカンご飯、アカン川やっぱりちょっと気合い入れて、多分なんとか一匹釣れてよかったですね。まあ今日はこの辺にしておいて、また今度ね、違う釣りでもしてみようかなと考えたりするので、ぜひ次もね、あの楽しみにしてもらえるといいかなと思います。それではね、ちょっとゆっくり後ろ帰ります。それでは、見たことないこのスタイル、やり方不作、めっちゃエビワンスマイル。チャンネル登録しろ、トートンフィッシングバラエティショー。釣り講師